ブラッドッドピトだけは私の目の目前でこういうふうに成長しましただ最初はねそういう本当にもう女の子怖いなんて言った人がねブラピさんはですねまあこれ本当の彼の,あのまあ早くと言っちゃうあれだけど早くに近いですよ。でも早くと言ってもちゃんとセリフがあるしね彼にとっては一応初めてのまあ 画画面にきちっと出る映画かなそれでそれからまあものすごい勢いでスターになっちゃいましたけど私は彼が最初に会ったのは、ね、この映画の後ですね「あのセブンニアーズ・イン・チベット」っていうあれで来ました。でこの頃の彼ってね地方の人だもんですから突然こういうふうにこれの映画で脚光浴びちゃったのねでちょっとスター扱いなんかされたもんだけどその頃彼は全然 自分がどう対処していいか全然分かってない田舎者だったんですよ。当時はね本当にねシャイでねもうねあのホテルに泊まっているとね全部ルームサービスねギター持ってきて,てギターポロンポロン弾いているわけ部屋で。 だかからら、ね、ら外に出たらあったらね女の子がいるから怖いる怖て言うんですよそういうぐらいね全然あのそういうの自分の立場が分かってなくてどっかに行くってもね怖いから行かないって言ってそういうぐらいシャイでねそれでなんかねお味噌汁とサンドイッチなんてねなねかルームサービスと食べて変な人だなと思ってましたけど <laughs>、えー、それで、えー、それでそれが終わりましてからまたぐん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 ね「あのリバー・ランズ・スルー」って素晴らしいレッドフォードの映画がありましたしああいうのでもう超 今のスターになっちゃってすごく強くなって今じゃもう堂々としたスターで、えー、10年ぐらい経って会った時は本当別人かと思いましたねあんなシャイだった人がもう堂々とスターでオーラ放ってねそして物,物言いもすごいしっかりしてるわけ最初はねあのインタビュー受けるの怖くてねいつも監督さん一緒にいてとかねそういうぐらいそういうなんか喋れないぐらいシャイだったんですよ。それ今じゃゃ堂々と自分の意見おっしゃるしるねでまたいい映画 プロデュースなさってるしだから私の目の前で一番変わった人は多分ブラッドだと思いますそれぐらいあの,あのまあ彼も50過ぎちゃったけどだと思いますけどもそのいわゆる半世紀の間にあれだけ成長して変わった人もいないかなと思うぐらいですね。